どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。ウカでございます。というわけでやっていきましょう。高中王者は俺だということで、大会2回戦ミドル級ですね、やっていきたいと思います。おっと、その前に相手を確認しないとね。その通りだ。2回戦の相手は誰なのかな。誰だろう、マジで。どうだ。お、ひとみちゃん、ラッキー。ひとみちゃんならいけるんじゃないかとか、ゆうこちゃん負けちゃったんだ。そうね、感じ的にはやっぱたけるくんも勝ってんな。あれ、あ、本当にいないや。誰だっけ。え、じゃ一応セレクト見てみましょう。次の対戦者データ、ひとみデッキ1。あ、デッキ2見れるんだね、しっかり。あー、やっぱセアカ二股とモーレンカンプなんだね。わかりました、いきましょう。うん、アキラくんやっぱいなかったね、トーナメント表見たけど。緊張する。ひとみ落ち着いて、こういう時はまずは深呼吸をしてリラックスするのよ。いい、できるかしら。うん、やってみる。はあ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 、フラひとみちゃん、ひとみ息は吐くだけじゃダメよ、ちゃんと吸わないとゆうこちゃん、ありゃりゃ、相当緊張してるわね。だから相当緊張してるんだよね。だから、ね、俺相手だから気楽にやるといいよ。とりあえず行きましょう。歩きで、あ、先にじゃあ今度歩きで総平高方を出していきましょう。まあ多分今回パーフェクトで勝てるような気もするんですけどね。ひとみちゃんだったらいけるはず。もう何度も皆さんにご説明してる通り、結構、倒し方はすごく簡単なので、相手の、自分の真似をしてくるだけなんです。相手、セアカ二股、あ、だよね。ああ、セアカ二股かもなった。でもなんか、カードはいいもん持ってるんですよね。アタックタイプ書いては。よし。とりあえずこのスーパーアタックタイプの歩きですで倒しましょう。相手は初っ端の必殺技を出してきます。俺もグーで、対抗しましょう。オッケー、いいね。超必殺技。さあ、どこまでダメージが入るかだよね。相手ディフェンスタイプじゃないから結構なダメージが入ると思うんですけど、いかがでしょう。いけー、コンプリスマッシュ。さあ、どうだ。結構いくんじゃない。いいよいいよいいよ。赤いけ。よーしよしよしよし。オッケー。いいよ。で、相手は次、さっきの俺の必殺技、グーを真似してくるんで、次、パー出しましょう。そしたら、パーフェクトで勝てます。ひとみちゃんはそういうもんなんだよね。もうだから、大会、俺以外全員ひとみちゃんだったらよかったのにって、すごく思ってます。よっしゃ。でんすけくんは、とりあえず、だから、まあ、前回の、第、何話か忘れたけど、そうね、で、いや、人それぞれやっぱあるんだね。武器というか、戦うコツと言いますか、そういうものはね。とりあえずチョキ出していきましょう。ローレン・クラッチホード。いけい、モーレン・カンプなんざ。まさに、カンプなきまでに追い詰めてやろうぜ。猛烈にカンプなきまで、なんつって、失礼しました。ちょっとまあ、不快に思った方々、申し訳ございません。さあ、いけ、オーケー、超必殺技だぜ。コンプリートスマッシュ。ま、とどめだね、これで。多分勝てるはず。とりあえず、ひとみちゃんはそんなに苦ではありませんでしたね。やっぱやっていく上で。問題は次だよ。オッケー。これで準決勝だっすかね、次が。歩きです。大平高が多分勝ちだ。イェーイ。パーフェクトー、ありがとう。167戦。俺もう200戦やっちゃうんじゃねえかな、俺。この、動画シリーズで。200もやりたくないよ。疲れちゃうもの。つって。ひとみちゃん？そんなに悔しかった？え、あ、私、泣いてた？いや、それパーフェクトで負けたもん。あ、いや、そうじゃなくて、緊張のしすぎで、早く終わりたいって思ってばかりで、あら、私負けたのよね。完膚なきまで負けましたけど。うか先生、次も頑張ってね。次の大会は緊張しないといいね。ふふ、その通りだよ。さあ、2回戦もきっちり勝つあたりは、さすがだね、うかくん。ありがとう。でも、次は、準決勝だから、気を引き締めていかないとね。次、誰だろう。さあ、対戦組みます。君広くん。相手は、吉野部と、あ、吉野部ってあの、お金持ちの坊ちゃんか。おー、なるほどね。君広は誰だか。ちょっと見てみましょう。あ、うん。なんか、あ、のび太くん？まあ、いいや。あ、よろしくね。なんか言ってくれよ。なんか喋ってくれよ。実況的にもきついよ。いや、やりにくいな、実況もプレイも。さあ行きましょう。とりあえず、じゃあ、デッキ選んでいきたいと思います。じゃあ今度は猛練漢方を先に、あ、先にデッキ見とけばよかった。それで最初必殺技とかちょっと見とけばよかったですね。ミスったわ。まあいいや。行きましょう。お花畑じゃないか。猛練漢方兜です。まあ、こっちはいいとして相手だよ、問題は。セアカ二股？おお、なんか使う人、グレイテストプレイヤーなの？君ひろくん、マジか。
ってことは準決勝に残ってるのは全員グレイテストプレイヤーってわけだ。うわ、必殺予告が必殺技どういうことなんだろう。ちょっと当てたら、じゃあ当たったら怖いな。とりあえず必殺技怖いんでチョキでも出しておきましょうか。わかんない、こればっか。オッケー、よっしゃー、いいね。それビビリの、ビビリの作戦は合ってる。オッケー、最悪アイコでもいいってぐらいの気持ちの方があれ気は楽ですよね。よし、結構舐めちゃいった。さあ、守る必殺技、グー出しときましょう。グー、いや違ったかも。あー、しまった、逆だよ。なんで俺相手の必殺技に合わせたんだろう。しまった、回復してくるか。しかも、あー、でも黄色、うわー、危ない危ない、でもダメージ入って、あー、結構なんか嫌だな、この回、地味な回復が。最初から、最初と同じ手を使うってことなの。じゃあチョキ出せばいいかな、なんかそんな気がするんですけど。あ、違うわ。あ、さっきグー出したんだっけ、一番最初。忘れちゃったよ。まあいいや。守る。とりあえずチョキ出しましょうか。パー出してくるんだよね、きっと。違うじゃん。わかんねえ、わかんねえ。強いぞ、この子強いぞ。マジか、ちょっと待って。君ひろくん、マジか。耐えて、耐えて、猛練完封。ギリの子、よし、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、少しのダメージ与えて。最初から、もうわかんないよ。グー、とりあえずグー出します。まさかパーないよね。そんなバカな、嘘、強くねえか、強いぞ。やめろーなー。おい、君ひろくんマジで強いぞ。デッキ選びます。とりあえずじゃあ、参ったなー。ここで連続、猛練完封。あ、だ、猛練完封いねえ。だー。嘘でしょう。アルキレスで行きましょう、じゃあ。いやーな、もう、ちょっと待って。強いぞ、君ひろくん。全く読めないもん。どうなってんだ、この子は一体。必殺予告を受けた。じゃあ必殺にアイコでも打っときましょうか。とりあえず。ハッタリを読まれた。オッケー、やっぱり。そんな気がしてた。ローリンクラッチホルドだ。よし、いいよいいよ。ハッタリを読んだおかげで大ダメージが入るはず、これで。これで倒せればいいですけど。失敗、大ダメージ、いいよ。いけ、倒れろ。そのまま倒れてくれ。やだ、倒した。あー、ちょっと残ったよ。逆で。逆って何？必殺技怖いんで、とりあえずグー出すかなって手でいきますか。まさか、オッケー！よっしゃ、オッケー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 、危ねえ！よかった、これでノーダメで次行けたのラッキーだわ。よし、これでもうほぼ同じ立場ですわ。同じ立場っていうか、そうね。これで2匹とも、2匹ずつで、それで体力も満タンなんでね。これでマジだ。うわ、なんか強そうだな。幻の巨人。ネプチューン大兜。バランスタイプか。なるほど。うわ、パーフェクトに。でも必殺予告は外さないんだよね。とりあえず必殺予告が来た場合は、とりあえずアイコを打ちましょう。パーで。うん。パー打ちます。よし、オッケー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 。いいよ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 。そうそうそう。とりあえず、その作戦は合ってるかもしれないね。必殺予告が来たらアイコを打てばある程度はなんとかなるっていう。で、最悪必殺予告で本当に必殺が来たらアイコでいいですし、逆に、そのなんでしょうね、ちょっと。そうじゃなかった場合は、勝てるしっていう。守る。もう一回パーでも出しておきましょうか。必殺予告出すんだったら、それはもう。やっぱりね、いいじゃん。なんだなんだなんだ。弱え。必殺予告が出たらもう、十中八九勝てるな、これ。最悪アイコでいけるんだもん。よしよしよし。さあ、どうだ。ダメージ失敗、ダメージ失敗、ダメ、大ダメージで、そのまま倒れてくれたら嬉しいんだけど、ちょっと残るんだよね、これがまた。逆で。もう一回じゃあパーでも出してアイコで勝ちましょうか。あー、引っかかった、やばい、やばな、予感がする。そりゃ3連続で同じ手は使わないよな。まあでもダメ、やめろー。結構、おー、危ない危ない。よし、最初からわかんない。最初からって必殺技が怖いからパーでも出すか、それともグーがパー出します。パーでアイコでもいい。このさ、よし、オッケー、勝った。危ねー、これ割とマジで怖かったよ。やったー、撃破。本当に怖かった。よっしゃー、ありがとうございます。勝ちました。なんとか撃破。猛練艦砲兜と歩きです。追い立てクワガタの勝ちだ。なんとか決勝戦までこぎつけることができましたね。はい、勝利!168戦139勝。ありがとうございます。勝った、グレイテストプレイヤーの君ひろくんに。あ、ちょっとようやく表情を表したね。悔しいのかな。あ、一瞬表情が変わった気がしたんだけど。あ、基本無表情なんだね。さあ、いよいよ来たね。だけど決勝戦の相手は手強いよ。というわけで、
決勝戦なんて相手は手強いそうです。まあ誰だか皆さんご存知でしょう。次回もお楽しみに。じゃあねー。